遺留捜査。神戸港で遊覧船が爆破され、乗員乗客が人質に取られた。別の爆弾が仕掛けられてるようです。共犯者は他にもまだいるってことね。いよいよ火消しの出番ですか。何も知りません。あなただけは味方だってそう思ってたのに。あんたって人は余計なことばっかりしてくれる。遺留品には持ち主の心が宿ってるように思うんです。遺留捜査。僕に3分だけ時間をもらえませんか。